はい、ということでですね、今ちょっと聴いてもらった音楽について今回はやりたいなと、題して押し込んだ時も15分後には元気になれる魔法の曲ボレロということでございます、はい、もう我々もすっかりもう元気になっちゃって、はい、元気になりましたね。そうですね、もう無駄にちょっと秋葉原の街を今から走ろうかみたいなそういう話をしてましたけど、はい、このボレロについてですね、まあ、ちょっとさっきはですね、奥村さんちょっとなんかエルガーまあ、いいんですけど、はい、クロムウェルも聖教徒革命もいいんですけどでなんかそのオルガン破壊したりとか、はい、ちょっとそういうのもなんかちょっと寂しいなみたいなところもあったと思うんですけど、はい、この ボレロはどんな感じなんですかね。ちょっとこれはなんかすごいパワフルな感じの、すごい面白い。そう、はい、このラヴェルのボレロっていうのは、はい、まずフランスの作曲家なんですね、ラヴェルっていう人は。あ、でそう、あ、パリ、はい、で、まあ、パリというのは、はい、本当に町の性格といいますかね、はい、世界中からいろんな音楽家芸術家集まってきてますよね、はい、でパリの一つの魅力は、はい、パリという国はですね、例えばパリの人じゃないと認めないっていう感じではなくて、どこの国から誰が来てもパリで花開いた文化はパリの文化だっていうような、そういうなんかあるんですね。で、まあ、イギリスの場合は物理的にこう絶縁断絶しましたけれど、パリの場合はまた伝統があるにもかかわらず、やっぱりパリというのはそういった意味では寛容と言いますかね。確かに寛容な感じする。なのでヨーロッパの中のクラシックの中でも独特な、ね、発展が、まあ、本当に例えばそのロシアからだったりスペインからだったり、うん、いろんな人たちが集まってなんか成り立っていくのでね、うん、やっぱりパリでの音楽っていうのも新しいんですよね、はい、それ感じませんか、フランスの感じることね多々ありましたね。やっぱりその伝統的なものも大事にしつつ、うん、ちょっと私の学校の試験の話とかしてもいいですか。いや、もう、はい、で1年まあ、学年末っていうかに試験があるんですけど、うん、その時に、アンポゼって言って課題曲を与えられるんですね、うん、でそれが、まあ、その試験のね、まあ、3週間とか、そのぐらい前に、はい、この曲やりなさいって言って、開けてみるとどえらい楽譜なんですよ、それが、うん、でそれが、まあまあ、新しい作品が多いんですけども、うん、結局私が、そこでやったのは、ハンガリー人の作曲家、ジョルジュ・リゲディっていう、奥村さんご存知かもしれない、うん、あとは、エリオット・カーターっていうアメリカの作曲家ですね、うん、はい、でこの2人の、試験曲をやったんですけれども、うん、まあもう本当にすんごい曲で、うん、フランスの作曲家というわけじゃないんだ。そうなんですよ、フランスの作曲家じゃないんです。それがなんで、まあそこにそういう曲が来るかというと、やっぱりそのフランスの、フランス語で言うところのアラモード、今の現代的なその流行りの一押しの作曲家の曲が学生に与えられるということなんですよ。なるほど、その伝統的にはもうフランスだったら、例えばね、これだみたいな、そういうラヴェルとかドビッシーとかみたいな、なりそうなんですけどね、もう今流行ってるやつを学べよみたいな、これをやると、そういう寛容さがある。なるほどね、そうなんですよ、やっぱりそういった土壌の中で、まあ、ドビュッシーやラヴェルという人たちが、その先人たちがね、いたと思うんですけど、このラヴェルという人はですね、まあ、オーケストラの魔術師と言われたんですね。かっこいいですね。かっこいいですね。まあ、それで魔法というふうに言ったのもそこから取ってるんですけど。なるほど。ボレロというのはですね、実はすごく秘密がありましてね。はい。実は本当、とても単純な構成なんですよ。はい。ラララララララッタララッというふうに、A メロみたいなのがありまして、はい、でタララ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 ラ B メロみたいなのがあるんですね、はい、もうちょっと専門的に言うと AABB という組み合わせを4回やるんです。 AABB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  で AB コーダ、コーダっていうのは最後ちょっと転調して、まあ、フィナーレに向かうということですね、はいはい、で同じメロディーをずっと延々繰り返してるだけなんですけれど、はい、まあ
一見聞くとね、本当単純なようなんですけれど、このねラヴェルさんという人のすごいところは、まず最初スネアドラムでタッタタタタッタタタタッタッって始まるんですね、はい、それが、まあ、15分ぐらいある曲なんですけれど、はい、一番最初は一番弱い音量から15分かけて、うん、一度も音量を落とすことなく15分かけて音量が増えていく、まあ、これポイントその1ですね、うん、これはですから1回も音量を落とせないで15分かけてこう山を作っていくというのはなかなかの緊張感なわけですね、うん、それともう一つはメロディーの作り方ですね、はい、こうメロディーが盛り上がりそうで盛り上がらない、はいはいはい、盛り上がりそうで盛り上がらない、まだ盛り上がりそうで盛り上がらない、これを繰り返すわけですね。いやあと究極のお預けプレイ、ね、そうお預けプレイなんですよ、はいはい、でそのお預けプレイにその3、はい、あの大体ねこれオーケストラで、あのオーケストラの人にボレロやりますっていうと大体こういう反応が返ってくるんですね、うん、管楽器の人たちはマジかっていう雰囲気が来るんですよ。で逆に弦楽器の人たちはそうですかみたいなあの感じなんですね。これ何が違うかって、実はこれもねラヴェルの作戦だと思うんですけど、例えば出だしがねフルートから始まるんですよ、はい、フルートってあのこう横に構える楽器で3オクターブ音が出るんですね。でフルートというのは高音が得意な楽器なので、うん、上の2オクターブが得意なんですよ、はい、で下の1オクターブはちょっと鳴らしにくいんですね、緊張するんですよ、うん、ところがラヴェルは、はい、その一番緊張する音の鳴らしにくい演奏家がちょっと苦手っていうポイントをついてくるんですよ。なるほど。でそれがだんだんソロがこうリレーしていくわけなんですけど、ソロの楽器がリレーするたびにその楽器の一番苦手な音域で書いてるんですね。なるほど。これはねどういう心理ですかね。いじめですか。ド S ですね。ド S ですね。なのであの管楽器の人は別に何の変哲もないフレーズなんですけど、やっぱり緊張する、その緊張感が伝わるんですね。だからこのね出だしのフルート本当に音量が小さいのにこう聞くとすごい緊張感があるんですよね。ところがそれと対照的に弦楽器は譜面面はすごく難しそうに見えるんですけど、うん、ものすごい簡単なんですよね。もう片やド緊張して片やものすごいリラックスしてっていう、うん、この調和がいいんでしょうね。それからあのマジック今3、4、5忘れちゃいましたけど、その次のテクニックはあのだんだん楽器が増えていくたびに音が重なっていって音が増えていく、はい、音量が増していく、はい、っていうのを AABBAABB って4回繰り返すうちに気がつくと音量が大きくなってるんですね。あ、はい、ところが最後 AB こうだ、ここにね一番秘密がありまして、はそのだん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 盛り上がっていくけど盛り上がらない、盛り上がっていくけど盛り上がらないっていうので最後クライマックスに入ってコーダというところに入るとですね、はい、これいわゆる転調するんですけど、はい、転調した途端、これもラヴェルの作戦ですね、それまで出しにくかった音域をその楽器の一番得意な音域でね全部書いてるんですよ。うわ、そうするとオーケストラはね、演奏する人はもう水を得た魚のように、いやうわってこれね、あのミニマルミュージックとかね、いやみたいな、本当そう、あのね感じで、あのだなんかこうだんだんトランス状態に入ってくるんですよね。これ実は僕ね、星野純子さんのファッションショーで、はい、あのボレロをね演奏したことがあるんですよ、であのファッションショー の性質上あのモデルさんが歩き続けてる間ずっと演奏しなきゃいけなくて、でまあちょっと行き当たりばったりのところもあってね、あのそのステージマネージャーあのコントロールする人がまだモデルさんが続くときにはこうやってリピートしてくれっていう風に合図を出すんですね、はい、で僕はそれを見ながらなんかオーケストラの人たちは次に行くかと思ったら、うん、いやもう一回戻る、で行くかと思ったら戻るって繰り返してたら、うん、もうお客さんまでトランス状態になっちゃって、最後にねドラとか入るんですけど、ドワーンっていう、うん、あの大きなあの金属の
ドワーンと音がするやつですね、とか入った時には、みんな本当に気が狂ったようにね、テンション上がるわけなんですけど、まあもうそのコーダで転調した時には一気に解放されるっていうね、抑圧からの解放、これで決まりですね。まあ基本的に人間、元気がない人に元気出してってもダメなわけですよね。元気がない人には元気がないテンションで寄り添って、だんだんこっちのペースに巻き込んでいくという、これ原則だと思うんですけれど、まさにラヴェルのボレロというのはテンションが下がっている時にそーっと始まって、気がつけば聴き終わる頃には、これはだから断片的に聴いてもいい曲なんですけれど、できれば15分間最初からこうちゃんといい音で聴くっていうのがおすすめですね。なるほど、すごい効果です。そういうことですね、はい。なんかまあ、前回、まあ、これあそうなんだとかって言ってたけど、前回実はイベントで、はい、ラヴェルのボレロかけて、うん、でラヴェルのボレロだけ15分みんなで聴いたんですよ、これ。そう、本当最後うわーってこうなって、すごいなって思ったんだけど、僕はやっぱ音楽の仕事してるし、楽器のことも気になるから、なんかその苦手な帯域をやらせる、はい、プレイヤーにそこで緊張感を出させるっていうのは本当にすごいテクニックだなと思うし、なんか嫌なやつだなとも思うし、だけど最後バーンみたいな、究極のツンデレなわけじゃないですか。そうそう、まさにツンデレですね。いや本当に素晴らしいなって思いました。でなんか僕もその DJ の世界にもミニマリズムっていうのはあるんですよ、はい、でなんかこうキックの音がこうドン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 ってなるんですけど、そのずっと一緒なんですよ。それでもう本当にもう1時間とか2時間とかずっともうなんかドンつくドンつくドンつく、ずっと変わらないみたいな感じの、もうちょこっとちょこっと使えてくるんだけど、ボレロみたいな感じで。で最後一曲だけパーッとしたやつかけるとみんなもうわーってなるんですよ。まさに本当に同じで、そのみんなうわーってなるのを楽しみに遊びに来てるんです。そういう効果ですね。だからまだボレロイズムみたいなのが、その DJ のシーンとか、まあ本当ロックとかもそうだと思うんですね。例えばそのニルバーナーとかのネバーマインドっていう曲はなんか本当にこう静かに始まるんだけど、サビはもう本当にディストーションとかファズをかけてガーンってめっちゃスピーカーが割れるぐらいのエフェクトでギターでやるんですけど、そういうこうなんか楽さっていう、はい、なるほど、そういうことですね。なのでラヴェルという人はですね、オーケストラの魔術師と言われたんですよね。なるほど、まあ、もう一つはラヴェルに関して言えば、オーケストラのね、はい、オーケストラって大体弦楽器と木管楽器、金管楽器、打楽器とあるんですけれど、はい、弦楽器が大体曲の7割ぐらい骨組みを作って、枠を作って、いわゆる木管楽器、金管楽器、打楽器でなんか飾るような手法なんですね、大体の作曲家というのは。ラヴェルに関しては弦楽器も管楽器ももう5対5で全部ねバランスよくね扱う、だから全ての楽器の使い方を熟知してるんでしょうね。なるほど、すごいテクニックというかすごい技だったと思います。ちょっとその指揮者目線のご意見ですね、それは。そうですね。でこれまあラヴェルがですね、それを録音するときに、はい、他の指揮者が同じリズムの繰り返しでつまんないからって言って勝手に音楽をね、例えばちょっとテンポ上げていったりとかやろうとしたら、ラヴェルが怒ったって言うんですよね。別にそんなことをしなくてもゆっくりのテンポで一定のテンポでやればちゃんと効果が出るっていうのをラヴェルはやっぱり分かって、あえてこれ仕込んでるっていうのがよく分かるエピソードだと思うんですよね。なるほど。で菊池さん、例えばこれ15分ですよ、はい、演奏家として何ですか、最初はめっちゃ弱くこう触れるか触れないか、
ところからだんだん大きくなってく ABAB やってって、はい、やっぱめっちゃむずいんですよね。そうですね。なんかピアノ曲でボレロみたいなのが今ちょっと思いつかないのであれですけど、ピアノではあんまりないんですね。そうですね。まあ、でもやっぱりさ、一定の音量をキープしなきゃいけないっていうのは、一定の音量をキープしなきゃいけない。お、間違ったとか。いや、相当に緊張感がありますね、確かにね。そうですよね。で、またピアノって88弦あるじゃないですか。多分この辺を弾くときと、この辺を弾くときと、ちょっとボディバランス違いますよね。まあ、体幹弱い人だったら、おーっとかなっちゃうので、多分この辺でやれみたいなことですよね、ピアノで言ったら。それは結構な緊張感ですね。なるほど、ということでございますね。はい、じゃあ、はい、早速ですね、そういうことで、まあ、さっきちょっとちらっと聞いたんですけど、まあ、皆さんにもですね、ちょっとこのヤマハの S3200 と NS5000 のコンビで、聞いていただきたいと思います。どうぞ。